常磐病院の職員の皆さん、この間の地震はすっごい揺れましたね。皆さん被害は大丈夫でしたか？今週は3人のゲストをお呼びしております。ちょっと待ってね、今呼んできますから。イエイ。それでは3人のゲストをお呼びします。ベトナムからいらした、看護資格を目指される3人の若者です。それではどうぞ。来てください。はい、どうぞ。どうぞどうぞ。はじめまして。はじめまして。あ、隊員です。よろしくお願いします。隊員さんです。はい。はじめまして。はいです。はい。よろしくお願いします。はい。はじめまして。ククレスト。よろしくお願いいたします。はい、どうも。日本に来てどうですか？とても楽しいです。楽しい？はい、どう？寒い？ベトナム城に、うん、ちょっと寒いです。寒い。でも、うん、寝れています。寝れてます。はい、いいですね。どうですか、クックさんは？ちょっと寒いですが、うん、とても嬉しいです。嬉しいです。はい、どうも。日本のご飯食べました、何か？食べました。何食べたの？チャーハンとか。チャーハンね。食べました。お寿司食べた？はい。美味しかった？美味しいです。あ、そうね。はい、美味しいです。美味しいです。何が好き？日本の。お寿司？お寿司。はい、お寿司です。はい、クックさんは何が好きですか？私はお寿司と、うん、刺身。刺身が大好きです。大好きですか？はい、どうも。というわけで皆さん、3名新しく2月からいらっしゃいましたので、これからどんどん現場に入りますので、一緒に働きますので、皆さん応援してあげてください。それでは今週も元気にお仕事いってらっしゃい。じゃあ、はい、おしまい。はい、ありがとう。